九州の豚骨の細麺のやつですね。細麺細麺。あ、いいな。うん。どっちがいい？じゃあ俺ちゃんぽん先行こう。きくらげ。のびたび。どうもこんばんは。外でいいかな？あ、はい、外で。ありがとうございます。これね、てってれー。ちなみにこれ、あの YouTube とかに上げて大丈夫ですか？あ、でもないでいいよ。美味しそう。焼き鳥以外はない。焼き鳥以外はない。焼き鳥はあるの？っていうのはね、鳥のももが全然今入んないんだ。あ、そうなんですか。うん、へえ。誰かが独占してるんですか？違う違う、プノンペンでも品薄らしいから。へえ。うちのブラジルからなんだ、基本的に使ってるの。ブラジルから日本に送るやつがこっちに入ってるのを使ってるんだけど。へえ。現地の鶏じゃないんです。現地のは高い。あ、そうなんですね。うん、地鶏はね。へえ。うん、かといってこっちのブロイラーの市場で売ってるやつはちょっと衛生的に良くないんで。おお。買わない。あ、そうなんですか。あの週末に朝やってるマーケットとかの、うん、高いよ。1匹で10ドルぐらいするんじゃない？あ、マジですか。この間、うん、でもまあちっちゃいサイズ、うん、で6ドルちょいとかでした。6ドルちょい、はい、チキンで。それ地じゃないな、ブロイラーだな。あ、そうなんですか、うん、あ、あ、うん、その違いか。急に、うん、地鶏系だったら、うん、そうか、ね、80以下はないかな。あ、そうなんですか、うん、その辺の区別は全くつかない、ね、3万2000リエル以上しないと多分本物とか地鶏じゃないの、うん、なんかちっちゃいやつでしょ、うんうん、食べるとこもなんかそんなになかったということで、ラーメンここですか？ラーメンはこっちにない、メニューない、もうこれ、ね、こっちだけ、うん、最近始めたんで。あ、そうなんですね、うん、何ラーメンですか？豚骨。おー、俺は九州なんで豚骨しか作れない。あ、じゃあ九州の豚骨の細麺のやつですか？細麺細麺。あ、いいな。うん、ちゃんぽんは中太麺ね。へえ、うん、じゃあラーメンとちゃんぽん。あ、よ、うん、ちゃんぽんとラーメンに行くか。はい、お願いします、ということで、はい、ジパングにラーメンを食べに来ようのコーナーです。今更動画の趣旨を解説する。タムちゃんがついにね、 GoPro9 を手に入れたからね。手に入れたからにはやらずね、3万円出してこうだからね。全財産の何分の1だったの？そりゃそうでしょうね。そりゃ全財産の何分の1かでしょう。いや、そりゃ、いや、今の、今何？そりゃ今、自分の人生で一番貯金がない。ちなみにここ、てってれー、なんかとんかつとかね、なんかいろんな美味しそうなメニューがあります。ちょっと暗いからね、あれやけど、なんか美味しそうなメニューがいっぱいあります。持ってくればよかった。何を？うん、持ってくれよかったのに。なんでせっかく買ったのに使えへんの？大事にしてんの？サンマとかあるやん。それは大事にする。タムちゃん勢いがないよね、タムちゃん。なんかまあそののんびりしてる感じがいいのかもしれないですが。急にでも一人の時あの人サンタクロースみたいな人だったね、森さん。そうそう、なんかね、突然あのゲストハウスに現れて一泊だけしていって、タムちゃんに GoPro9 を割安でね、割安で売ってくれて、リエさんにパソコン、うん、パソコンほんまに最近マジでリアルにパソコンちょっともうちょっとスペックやつに変えたいなってめっちゃ検索して、プノンペンの店でなんか通販で届けてもらうのもなんか怖いなとかね思いつつ、結構真面目に検索して探してやってたんですよ。私も GoPro 探してたらその人がなんか急に現れてね、やっぱ潜在なんか荷物になるから買い取ってくれる人おったら嬉しいみたいな言い出して、でパソコン見してもらったらゲーム機についてね、まあまあいいスペックのやつで、あのその前バッタンバンで買ったやつよりも全然いいやつで、それがその前買ったパソコンよりも安く売ってくれるっていうから、うん、超ラッキーっていうか、マジでなんかね、引き寄せの法則みたいなね、潜在意識でつながってるから。まあそんな感じでなんか即決でね、7万円じゃあ振り込みますって言って振り込んで、7万円は即決できない。
さすがです、ね、いやだって1500ドルぐらい以内ぐらいで考えてたから半額以下で済んだから、あ全然断る理由はないなっていう欲しいパソコンが向こうからやってきてくれた引き寄せやばくない、うん、やってきてくれた、でスマホでピッピッてお金払っただけでもすぐもらえたみたいな、いい出会いでした、ね、そんな感じでせっかく GoPro 買ったんやったら撮影したらよかったな、かなりいいらしい、でなんかね専用レンズをつけるとここ外れるんですよ、もっとなんか広角なんか全天球までいかんのかな、半天球ぐらいのが撮れるようになるらしい、でそのぐるって撮れる中でこの普通の画面の部分を切り取って全くブレがないように自動で補正してくれるからマジでブレへんらしい、3万円、まあ、YouTube で3万稼ぐのに俺は2年ぐらいかかったんちゃうかな、これからの時代はネット社会はということでタムチャンネル始まるのでよかったらチャンネル登録を、ジュネさんみたいにトークが上手くないから、俺トークなんか全然上手ないやん、独り言をひたすらつぶやいてるだけやん普段俺喋ってるじゃん、うん、普段俺独り言が多いし頭の中でもいろいろつぶやきながら暮らしてるんやんか他の人はどうなんか知らんねん、忙しくない、なんかだから頭で思ってることを撮影中はひたすら言葉に出してるだけみたいな滑舌悪いから、俺も滑舌悪いです、すごく私、いいよ、うん、レポーターみたいな、でも食レポはあんまり、食レポはもう、ね、うまいぐらいしかないうまい以外に何の感想があんのうまいかまずいか普通食感ってか、あでもある程度されてるつもりやけどね、食レポなんでね、うまいこと言われへんよ、宝石箱やとかやなあかんねやろねえ、ほんま九州の職人が作ったラーメンがこんなところで食えるとは楽しみだね、ずっと我慢してたんだよね、てかプロペン行ったんやったら大山ラーメンとか食えてきたらよかったのに、ん大山ラーメンめっちゃ美味しかったです、ここら辺あるプロンペンのその エリアっていうかその各エリア各 地名が分かれへんからさ、全世界ネット全世界、ただ見てくれてる人は毎回再生数ね最近2、300しかいけへんからね400、500いってたらおちょっといいかなぐらいのおーうわー、オッケー、ほうラーメン、うんと、とんこつラーメン、ちゃんぽんね、オッケー、美味しそう、けんどっちがいい、じゃあ俺ちゃんぽん先行こう、もう見た目だけすでに美味しそうね、はい、じゃあこれ刺す、はい、ちゃんぽんは中太麺こんなです、はい、ありがとうございます、ラーメンはこんなです、おーてってれー、豚骨ラーメン、いただきます、とちゃんぽん、いただきます、はい、いただきますこんな感じでやっております。あー、ありがとうございます。いただきます。キクラゲ入ってる。まずスープからいってみましょうか。これ何？はい、うまい。はい、うまい。これ何？ってラーメン。これ何？とんこつ。ちゃんぽん。とんこつ。何聞いてたん？めっちゃラーメン、ちゃんぽんって出してくれたやん。いや見た目でわかるやん、大体ちょっと待って、おいしい、絶対今、ああ、いいね、うまいです、韓国は一軒もラーメン屋がないから、ああ、そうですよね、一軒もどきみたいなのあるけど、あ、あるんですか、なんか米粉麺みたいな、あの、あそこの、あ、カードブリッジのとこ、あのこうやってやってるところですね、あ、はいはい、中国ラーメンですよね、あれけど俺は文句言いたいぐらい、あ、そうなんや、あれが、あれを食べたから頭ってラーメン作ろう、あ、そうなんですね、麺はプロンペンから中国臭い、中国のラーメンと日本は全然ちゃいますもんね、麺がないんだ、結局こっちに
うん、だから自家製ですあれしてたけど自分でやってるんですか。そうそう、プノンペンに頼んで、調合頼んで作ってもらって、プノンペンはいっぱいあるからな、ほんまもんが。うちはスープから全部仕込むのは無理なんで、スープはベースを持ってるから。あ、そうなんですね。ただ他のはしない、豚骨だけ。だって何時間もね、火にかけないといけない。そうだから、それをするのが結局コストがかかりすぎるから、うちはもうベースを日本から入れて、それを使ってやってるだけ、だから味がずれないんですよ。やっぱ九州は豚骨なんで、豚骨がずれるわけにはいかないんですよ。だからベースは一緒でもラーメンのスープとちゃんぽんのスープが違うんですよ。値段は高いけど腹いっぱいになるよ、ラーメンだけで。いいですね、ルーバー予算入ってるし、それでもまだかまぼこが足りないぐらいですかね。本当の長崎ちゃんぽんはかまぼこも入る。あ、確かにそうですね。あと俺はちゃんぽん長崎まで食べに行ってるぐらい。九州のどちらなの。これは別府。別府、別府って大分ですか。大分県。置いててんだけど、俺は仕事で結構いろいろ転々としてるから、山口、広島、愛媛、香川、高知、大分、福岡、すごいですね。全部日本食。カンボとはいつからやな。カンボともう今2年は過ぎたのか、3年目に入ってんのか。もうカンボとでも、もうほぼ3年目だから。そうなんか。一番最初忍者カンポットっていうのを始めて、でそこから同じジパングの名前でもう一本向こうの通りの大きいところでやって、で今こっちだ。忍者ってプロンペンにもありますか。いや、あれとは全然違う。あ、違う、関係ない。全く。ただこっちカンポットで日本人っぽく一発で分かるとなんかな、忍者かなって言って忍者やった。確かに。で、カンポットレッドペッパー、カンポットペッパーを入れてみよう。こんなもんかな。あ、ラー油とかもあるね。そうそう、チェンジ手何か入れちゃったけど、カンポットは長いよね。僕は半年ぐらいですね。半年の暮れぐらいに来たんで。何、YouTuber なの。あ、僕は YouTube、 YouTube をせっせと育ててるんですけど、まあぼちぼちやって結構いってんの。いや、登録者2600人ぐらい。2600人。一応収益にはなってるんですけど。収益になってれば、それ、いや、仕事 YouTuber とか言ってみたいの。チャーシューね。煮卵食べないで。チャーシューはそこら辺のラーメンよりうまいと思う。ちゃんと作ってきた。めっちゃ美味しい。ラーメンはやっぱチャーシューがうまくないと美味しないよ。麺とスープだけ食べるときにやっぱチャーシューが入ってないと、ね、チャーシューがうまかったらもう納得するけど。この豚はどこの豚なんですか。ローカルだよ。ローカルの豚。へぇー、市場でこうとくの。こっちのだよ。すげえ、行ってみたの。こっちね、豚肉の地鶏の高いけど、はい、鶏肉はうまいんだ。でもコスト的に合わないから鶏肉は使わないだけ。で今使ってる業者のやつは身が大きいから使いやすいんだから。こっちのは地鶏もいいんだけど小ぶりだから使いにくい。門を開きにくい。YouTuber で2000人超えて収入って聞いてる。一応1000人以上なったら収入。あ、そうなの。そうなの。いいじゃん。はい。で、再生回数関係なく。回数じゃなくてね、再生時間が1年以内の再生時間が4000時間以上とか。あ、時間なんだ。そう。再生回数じゃなくて。はい。回数やとね、ほんま1秒だけ見られても1回そうだね。やっぱ時間の方が人気を測るのに。かといって長い時間やると嫌がる人って逆に見ないんだよね。そうなんだ。大体20分から30分ぐらいが一番見やすいから。ちなみに前一瞬ここ通ったの覚えてます。
向かってますかって声かけたって、その時も一応撮ってて、撮ってたよね、GoPro でいつも持ってるのは知ってるから、なんかやってんだよなと思ったよ、うん、そこのランドリーカフェでバーが食うて、うん、その動画を撮ってたんですけど、ちょうどその動画今日公開しました、ね、最後にチラッと出れますこれはあんまり知らない人が来るのは好きじゃないんですよ。知ってる人が、うん、友達と連れてきたりとか家族で来たりとかって徐々に広がるのが嬉しいな。ジュエさんもなんか旅が好きだとか言って、なんかあんまり外国人と話すのあんま好きじゃないとか言って、旅が好きと人が好きとはまた別なんですよ、そうだね、自分一人で行きたいとこ行って行きたいことして、ただ人と触れ合うか触れ合わないかっていうのは人それぞれなんですよ、そう俺も基本的にお客さんの接客以外は人の触れ合いはないよそういうやつうん、ね、久しぶりのラーメンです。何年ぶりだろう。そんなに何年ぶり。プロンペンに行ったら王さんラーメン行ったらいい。ああ、さっき言ってたやつ。半年ぐらい前にこっち来てすぐぐらいに知り合って、うん、道端 でその時からチャンネル始めるって言ってて、ここに半年経って未だにやってないやるやる詐欺で やって慣れるまでは大変だよ。編集から全部やるんだからね、僕なんかその点普段の日常をひたすら お届けしてますので、たまに、いやだってラジオ体操とか流してますね。逆にそういう方がいいんじゃない、斬新で。ラジオ体操は YouTube ではなくて、アッコさんにいた時だったら太極拳なんかのあれを撮ってたら面白いかな。あ、一回朝行って撮りましたよ、僕にとっては日常なんですけど、やっぱ日本でね、じっとしてる人らにとったら海外でこんな暮らしがあるんやみたいな、っていうのを楽しんでもらえたらいいなと思ってるんですが、まあ、なかなか伸びないっていうのは多分あんまり面白くないからなんですけど、いや面白くないんじゃなくてまだ興味が湧いてないんだよ、みんな。だって今は海外に出たいっていう気分にならないじゃん。出れないじゃん。花が替え玉が欲しい。替え玉が欲しいってスープ全部飲んで持てるやんこの状況で替え玉もらわないおいしいスープじゃないよ。スープおいしい。替え玉が欲しい。ああまだ行く。スープ美味しい。うめ。ごちそうさまでした。はい、てってりーと完食完食。はい、ということでちゃんぽんと豚骨ラーメンでしたこんな感じでゆるくやっております。あれも上がった。どっかでバズるかもね。え、でも一番再生されてる動画でね、55万回ぐらい再生されてる。あ、ならいいじゃん。ドラえもん、伸びた。うん、伸びた。うん、これも伸びた。ディッソンはね、あのエブリバンね、夢を、ジャイアン、しずかちゃん、のび太、ドラえもん、お輪郭だけだね。はい、で、どこでもドア。This one opens the door! Yeah! Anywhere door! これものび太ね。ドリブリザイモンわかる。これ、ドリブリザイモン。お書いてある。ということで、美味しい豚骨ラーメンとちゃんぽんでございました。本格的でした。はい、ありがとうございます。お前より店から行きます。そうですね。はい、多分雨が降ってきたなと。はい、うっかり動画を最後まで見ちゃったあなた、ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録と、親指ボタン、ベルマークのボタンポチッと押して、コメント欄で気軽に話しかけていただければ、このおっちゃんめっちゃ喜びますんで、よろしくお願いします。ほなまた別の動画も見てってくださいね。さいなら。